みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。この番組はですね、私が、いろいろな無茶ぶりを受けながら、勝利を目指して実践していくという、かなり罰ゲーム寄りな、番組となっておりますけれども、セカンドシーズン始まりました。よかった、よかったんですかね。ファーストシーズンだいぶマイナスで終わってしまったんですけど、まあ OK ということですね。あの特別編のね、ゲンさんですね。確かあれすごかった、2万5000発ぐらい出ましたよね。もうめちゃめちゃ出したんですけど、まあ営業中のホールではなかったっていうね、残念な部分もありましたけど、あれからめちゃめちゃゲンさん打ってますけど、あれが最初で最後ですよ。あんなすごかったのはもう当たってもラッシュ入っても単発で終わるとかもうだいぶ食らってるんで、今、ゲンさんは修行中です。はい、まあ、何はともあれ、そのおかげでセカンドシーズン、に継続と、いうことになりましたので、無茶ぶりあるんですよね、また。はい、あ、来た来た、あ、もうすごい新しくなってる？もしかして。いや、そんなことないか。あ、やはり、ありがとうございます、ありがとうございます。はいでは、早速放っていきたいと思います。行け風に乗れ。あ、ダメ、そっちに落ちたらダメ、落ちたらダメ、落ちたらダメ、落ちたらダメ。あ、ちょっと待ってあ、ちょっとすごいとこまで行っちゃった。止まんないな、止まんない。止まるかな。せーの、こい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 。いや、止まんない。止まってほしい。あ、お、え、どれ、 5？ いや、 6？ いや、5だな。これはさすがに5か。5ですね、ここまで走ったんで。はい、ということで、今回は左手のみで実践となります。そんな無茶ぶりかな、なんか微妙。あ、でもそっか、左なんでコインも左でってことですよね。あー、ちょっとめんどくさい地味にめんどくさい無茶ぶりが来ましたけれども、今日は左手のみで、実践頑張りたいと思います。まあ、打つ台は何でもいいってことですもんね。左手でずっとやればいい。どうしましょうね、左手でやりやすい機種とかっていうのは特にないと思うんで全部コインは右側についてるもんな。 あ、伝説だ、打ちたい。朝は飛放電でチャレンジしていいですか。久々に打ちたいです。だいぶ攻め機種ですけど。ではでは、左手のみ実践いきたいと思います。左手こっちでいいんですよね。よし、え、お金入れるのもあ、硬い体がよし。いや、でもこれ、そっか、私結構両手で使って打ってることが多いんで、割とどっちもなんか気づいたら使っちゃいそう。間違った場合はどうなるんですか何かがあるかもしれない。なるほど、うん、ちょっと待ってな、ありがとうラッシュ。まあ、ここ叩くのはね、全然左でも普段こう打ってることが多いんで、割と
そう、でも私もともと左利きなんですよ。なんで別に左手を使うのは割と、多分右利き、もう純粋な右利きの人よりはそんなに不自由ではないと思う、きっと左手実践。ただまあ左利きなんですけど字書くのは右だったり、こうバラバラなんで割と、まあ、それで両手使ったりしてることが多いですけどね、いろいろスロット打つときも。秘宝殿の伝説っていつまでなんですかね大丈夫なのかな、そういえば大丈夫ですよね多分。あ、危ない危ない、右手が出た、危ない、出る右手、ちょっともうなんか縛っておきたい、体に縛りつけておきたいあの貸し出しを押すのが一番きついです。でもこっち、あの最近ゴルフ始めたんですけど、あのここの可動域を広げるにはちょうどいいかもしれないですね、今日はストレッチとして。ここは硬いんですよ、これはね、肘を曲げずにまっすぐ伸ばさなきゃいけないんですけど、体が硬くて、まあ、だから要は貸し出しを押すのが辛いから早く当てて出っ放しになっちゃえば問題ない。100ゲームか、まあだからもう200ゲームぐらいになっちゃうことですよね。ほんとハマったら300とか超えてくると、ほんともう500までハマってほしいですね。そしたら秘宝ラッシュもう直撃にゃー。でもこのコイン入れるのとかも、昔はね、昔はっていうか打ち始めた頃は右でも上手に入れられなかったですもんね、みんな多分そうだと思いますけど、よくまああんなにスムーズに入れれるようになったもんだ。ほらほら、ほら、なんでしょう、全然何も引けない、左手が悪いな。あ、でも本当にハマってほしいかもしれない、ここまで来たら。おお、来ましたね、秘宝チャンス当たりました。179ゲームです。さて、追っかけタイム、まあいいでしょう、意外と追っかけも頑張ればいいとこまでいける。いいな、毎回私ボタンを押したくなるタイプなんで。な、違う、いいな、よし、上がんない全然、大丈夫、稲は続いてるまだ落ちてない、続くんだけどな、そろそろ上がんないのかな、あれ、うん、稲ってはいる、あ、やっと、よし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 、あー落ちたーかなー、また自力で頑張ろう、もう一回引こう、待って、あれ、 あれこれでダメなんだっけ、あ、ダメだ、そうか、あ、終わってしまいました。あ、とりあえず追っかけ来て、まあどのテーブル選ばれてるかですね、次の MB が何が来るか。でもまあまあ続いたんで割と増えたな、投資7000円です。お、で
はいないか。危ない危ない右手出すと右手使いそうになる。マジピラミッドパワーとか右手でめっちゃ回したいですけどね。こうねこうね、よし、まあ、今日回せる時があるかどうかわかんないですけど飲まれました。でもそっか、あんまり回数いっちゃうとそれこそラッシュ入るまでやめられなくなっちゃいますね。まあでも今回はね別に負けたら何ってことはそんなにないと思うんで、おそらく。まあでもあんまり使いすぎるのもな、何より自分が一番嫌ですね。一応勝ちたい。昔はでもこの秘宝殿の伝説への道めちゃめちゃ得意で、秘宝プロって言ってたんですけど自分のこと。全然今なんか編集部にあるやつの6とかを打ってもめちゃめちゃマイナスになったりしてたんで、本当ラッシュに入ってからのハイパー引けないとマジで無理です。なんでまあラッシュ入ってからが勝負、最初の50ゲームが勝負です。さすがにカバンからお金を出すのは両手使っていいですよね。あ、なんか右手が全然疲れてない。いきます、2枚目。よいしょ、早いわー、なくなるのが。これめっちゃ肩凝りそうだな。でもマジでどうしよう。地味に伝わらないかもしれないけどきついです。いやでも毎回こんなにハマるようじゃちょっと困るな。もう180ゲーム近くですけど、 MB は確か100分の1とかそれないぐらいだったんで、もうちょっと軽く当たってくれないと困るんですけど、250、あともう半分ぐらいまで来ちゃってます。じゃあもう当たってくれるな。でもいくら使うんだろう、やだな。500手前でとかよくあるんで。あ、危ない。右手使いたい。うすうすしてる。どうしよう。来たら当たった時にドラゴンバトルのチャンスですね。まあ、ただもう当たんないでほしい、正直。もう300ゲームいくんで。おおおおおいおい、あーやだ。あ、もう余裕で3枚目いきますね。万札まあ最近の6号機ではないんでね、まあ、やっぱそれなりなスピードでお金は入っていきます。よし、あと150ゲームです。あと150ゲーム、おとなしく、お
となしくこのまま。あーやばい、当たるやだー、だって367ゲームですよ。あーあともうちょっとだったのに、割と。そっか、まあでもドラゴンバトルですね。まあ当てちゃおう、頑張って当てましょう。ここでそうすれば悔いなし。今投資1万9000円です。嘘でしょ、もう落ちたの。あ、セーフ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 。でもいやマジでもうちょっと、もう一回入れ直そう。待って、まだお、セーフ。はいね、ペット、まだ終わんないで。いやー、ああ、パーですわ。367ゲームが。あー、もう一回か。まあでも今ステージがねあれだったんで、もしかしたらどうかな。追っかけドラゴンと来てますね、とりあえず。あ、危ない危ない、危なかった、セーフ。腕かいてその流れでスッて、怖っ。まあだから普段使ってるんですよね。さあ、そうだ。あ、ちょっと今ドキッとしちゃった、めっちゃ。落ち着くために飲むの買ってっていいですか、すいません。あー、びっくりした。ちょっとジュース買うときもお金、あれこっちで入れなきゃいけないかなみたいな感じでちょっとなりましたもんね。もう染まってきてますよ、だいぶ左手実践に。いや、間違ってしまったら何が怖いって、ちょっと結構ルール後出しとかされるときあるんで、それが怖いんですよ。ミスはできねえ。驚異のスピードでお金がなくなっていく。えい、よし。来ました、72ゲームですね。ちょっと早かった。終わった、終わった、3ゲーム目。あー、落ちていく、すいません。よいしょ、ま、左手でやってるから隣の人に迷惑かけるじゃないですかごめんなさい、本当にバカ者。おかげでしょ。あ、違った、ドラゴンバトルだ。やばいんだけど、1ゲーム目で落ちました。あ、使っちゃった右手。今すごい自然に、自然に貸し出しボタンを右手で押しましたもうこんなん癖だもんね、毎回毎回。ちょっとペナ1ね、何があるのかよくわからないですけどあー、ちょっとなんか自分にイラッとした今くそー。なんか当てて50ゲーム、これは怪しいですね。駆け抜けて終わりとかちょっと嫌だな。あ、少しチャンス、願い。おお、
おおお、入ってます。よかった、63ゲームです。あれ、追っかけ、なんで、なんだ、追っかけドラゴン、追っかけドラゴン、あれテーブル違うかな、謎です。終わった、一発でやばい、下手、下手すぎてちょっとびっくりする。いやーもう苦しい。お、ちょっと元気いいかも。あ、よっしゃよっしゃ、早い。13ゲーム。あ、本来このぐらいのスピードで当たってもいいくらいの確率です。また追っかけ。あ、やっぱその辺だな。まあいいや。なんとなくテーブルも見えてきて。34,000円か。終わるな。セーフ。まあまあ上まで上がってます。実は。まだまだ、よし。よしよし、待って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 、あ、いや私右手で押したような気がする。あの稲が 出ないかどうか見るやつ。おやおや、ちょっと興奮するといかんな。そして終わりました。なんなのもう。ダメだ、出ちゃいますね、右手が出ちゃう。お、当たっとるじゃないかい。あ、高確率。まあもう次がテーブル的にも6、7回目、うん、まあまあいいでしょう。もう間もなくです。高確率で当てられるかもしれんし、いきます。5ゲームで当たりました。 MB 急にスパンが短くなってきた。よしよし、よよいよ、押さないでね。はい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 、いいねいいね、レディを引いてます。どうで、引っかかってるか。よし、まだいいな。よし、とりあえず続いとる、うん、続いてるんで。あ、そしてチェリー、よし、当たった、高確率ありがとう。ちょこちょこ右手が出てしまっていますが、やっとラッシュを取りました。しかもまだ続いてるんで、準備中からスタートです。総投資がですね、ただいま34,000円と割と、厳しいことになっているので、取り戻せるように頑張ります。よし、でも今ここの高確率でも割と出玉出てるんで、100枚ぐらいは持ってますね。よし、今日で言うと、自分で言うと7回目の MB で当たってます。いきますか。よし、さあ準備中は上乗せ大チャンスとなってるんで、なるべく落とさないように続けますよ。よっしゃ、10ゲーム。おお、20、めちゃめちゃ熱い。よしな、ちょっとベルの3分の1とかだったかな、上乗せは。よし、よし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 、まだまだ、よし、続く、続けばもういい、全然。上乗せしてくれたらさらにラッキー。よし、
る。うまい。待って、今じゃない、やばい、落ちた。さようなら。まあでも50ゲーム乗せたかな。はい、なんで、初期の50ゲームと足して100ゲームスタートです。100ゲームあればなんとかできるだろう。きっと1回ぐらいはハイパーには入れたいな。お、2連シングル、もういっちゃおう。あー、昔からの相棒なんだぜ。お邪魔します。おや。お、でかいじゃん。いいね。入ってる。あるでしょう、この感じは。あれ？あ、大丈夫です。カットイン。ドン。よし、ハイパーゲット。しかもここのステージ今あれだよね。なんだっけ、あの。グレンのみたいな、なんで多分クリアチャレンジだと思うんですけど、あ、違った、来てたかな、あれ、ファイヤー、とりあえずスプラッシュです。一番下のやつだけど頑張ろう。よし、落ちませんように。はいはいはい、上乗せ、多分レア役ですね。ゲーム、おー、落ちた。いや、でも意外と稲がついてないだけではなかったですね。あれ、ここのステージ、まあ、チャンスなんだけか、レアチャレンジの、あ、でもまだある。なんかありそう。おー、チェリーを引けた。チャンス？大きい。はい。あ、光った。ありそう。またチェリー引いてるし。あ、ありますね。ゴールドです。すごい、調子いい。あ、ハイパー、ゲット。え、次こそ、あ、黄色、黄色、クレア、クレアチャレンジ、来た、よかった、頑張る、頑張るけど、右手は使わない、ちょっといっぱい乗せたいです。え、嘘、乗せてよ。ゲーム、よし、ダイヤ、あれ、ダイヤ乗るよね、あ、お願いしますよ、秘密に乗せております。なんだ、待て、みんな、よし、よかった、よし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 、せー、お、50、でかい、よし、これで120か、もう、クレアチャンスあるな。いやー、ちょっと待って、終わんないでよ、こんなところで。いいな、光んないし。わー、ちょっと目先のあれにとらわれていたら終わってしまいました。120ゲーム、まあ、でもまあまあ3桁いけたんでよかったです。まあまあ頑張れそう、このピフォーラッシュ。残りが200ぐらいですよね、確か。